あらあら、おっぱいが欲しいのね。でも困ったわ。視線を感じる。僕たちのことは気にしなくていいよ。そうそう気にせずおっぱいをあげたらいいよ。困ったわ。これはいけない。女性が素肌を晒し、子に乳を与える神聖な行為である授乳。その内容を覗き見ることは許されない。しっかりと罪を認識しなさい。大工スキル、クリエイト仮説語や。これで視線は防げるだろう。助かるわ。ふざけやがって許せねえ。俺たちの、敵。世界にはまだ声を上げられない女性が多い。私のリソースには限界があるが、一人でも多くの女性を救いたい。これは、明らかな女性差別。女性ですし、ミソジニー社会。許せないわ。ひどすぎて泣きそう。一過性のイベント用とかならまだしも、あんな立派な建物の道の駅の授乳室が犬小屋。カーテンちゃんと閉まらないし、こんなの隙間から覗き放題じゃない。目線、作ったのもおじさんなんだって、キモい。私男性ですけど犬小屋授乳室はダメだと思います。セキュリティがひどすぎる。犬小屋とカーテンじゃママと赤ちゃんを守れない。女性の人権をないがしろにしていますよね。絶対にいたずらをする人が出てきます。どのように責任を取るのでしょうか。こんな平等屋を作った差別主義者を探せ。安い犬小屋でも満足しろっていうジジイたち。誰のせいで授乳室が必要になったと思ってる。鉄筋コンクリートで作ればいいのに。男様が必要としないものはいつもこれ。女性は二の次。私のイギリス人妻も言っていましたが、イギリスではありえません。ヘルジャパン。少しでも良かれと思ってやったことだった。私は悪だったのだろうか。最高のものを提供できないなら、何もしない方がいいということなのか。こうして、大工さんは人助けをやめましたとさ。いや、何ですかこれ。世の中には自分が望む 100% の助けをしてもらえないと何もしてもらえない時よりも怒る人がいるんだよね。どういう心理なんでしょうね、それ。助けようとしてくれる人がいるとその善意につけ込んで無限につけ上がるんだよ。助けてくれることが当たり前になってしまっているんだろうね。助けてくれない人より少しでも助けてくれる人の方がいい人だと私は思いますし、その少しの助けにありがとうと感じます。僕もそう思う。みんなからもらった少しの助けのカンパ金で、これからも若草ボンドパップスコラボ問題の住民訴訟を戦い抜きます。これからも、引き続き、動画の拡散、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。